皆さんこんばんは。ユニティルです、こちらのメインチャンネルの方で、ガリリアの、パソコンですねを紹介するということを土曜日の動画で言ってみましたので紹介していきたいと思います。まず最初にタスクマネージャーの方から見ていきます。タスクマネージャーなんですけれども、パフォーマンスで CPU の方か、ちょっとたまに通知入るかもしれないですけどご了承ください。CPU がインテル Core i7 の 1700K、 メモリの方は 32GB です。でディスクが 500GB で、ディスクが 4TB、まあ、Wi-Fi は、外付けの、Amazon で買ったものをつけてます。でグラフィックボードが NVIDIA GeForce RTX 3070を積んでおります。さすがこの3070ですね。最近出たばっかりっていうのもあってグラフィックが最高画質でも FPS でゲームもヌルヌルになってめちゃめちゃいいです。コスパもね、3070が一番3000シリーズの中では安いので、いいモデル、コスパ的にもねいいモデルじゃないかなと思ってます。はい、ということで、この動画をね撮るのがねテイク3っていうのが内緒で、声が2回とも入力されなく、テイク3って心が折れかけております。本当にね30分ぐらいの動画をね頑張って2回も撮ったんですよ。それでも両方ともねこちら側のミスで全然ね入ってなかったんです。音声が入ってなかったんです。ということでテイク3です。ちょっと疲れた声になってるかもしれませんけど、お付き合いください。ということで、購入させていただいたのがですねこちらです。はい、限界の彼方へガレリア、いいですね。このガレリアのマークちょっとかっこいいっては最近思い出しました。それでは問題ですね。商品名がガレリア XA7C-R37 というモデルになります。あとは CPU ですね、 Core i7 の 1700、 グラフィックスが GeForce RTX 3070の 8GB、 メモリが 16GB の DDR4、ストレージが 512GB の SSD、 純正、標準ではハードディスクなしになっています。ベンチマークの方なんですけど 12,134 出てますので、かなりいいスコアが出てます。スコアレベルでも最高画質です。最高ですね、レベル5なので一番上になります。で、構成内容いくらか変更するんですけど、ちょっと違う場面のこともあるかもしれませんがご了承ください。僕はスマホの方でね、購入したのですが、こちら Windows 10の方もこれが標準なんですけれども、今ここには出てないんですけどプロ版があったのでプロ版に、まあ、仕事とかで使うわけじゃないのでプロじゃなくてもいいんですけど、まあ、この際と思ってプロにしました。買うかは分かりませんけど、はい。で、オフィスソフトですね、こちらはなしにしてます。で、セキュリティ、こちらですね、セキュリティに関しては、標準が32番なんですけれども、プラス1200円でね1年版に更新できますので、こちらの方がいいと思って1年版にしてます。で、インテルなんですけれども、あ、インテルじゃないすいません、 CPU なんですけれども、標準がインテルの Core i7 1700です。オーバークロック対応モデルではありません。
で 2.90GHz から 4.80GHz、 1コアの16スレッドになります。で、オプションとしまして9000円ちょっと払うとインテルの Core i7-2700 のこの K ですね、 K モデルオーバークロック対応モデルが買えるようになります。こちら見てもらうと分かる通り上の 2.9V 全然違いますね、気圧が。で、8コア16スレッドは変わりません。で、専用 CPU ファンですね、こちらは標準のままですね。で、グリスなんですけれども、ノーマルグリスがもともと使われてるんですけれども、ノーマルグリスがガッチガチに固まって取れないということをよく聞きますので、ワングレード上げたこちらにしてます。グラフィックスは標準のまま、オプションもないので NVIDIA GeForce RTX 3070/8GB にしてます。グラフィックボードオプションは、オプションとはなってるんですけれども、こちらは標準でついてきます。で、電源なんですけれども、電源の標準が 650W で、僕の場合850のね、こちらかこちらかにコルセアさんかシルバーストーンさんのこちらにしようと思ってたんですけれども、まあ僕の構成内容だと 650W で16億ってことだったので650にします。ちょっとねこれでゲームやって落ちるとか今の状況ではないんですけれども、もし後々落ちるようであれば 750W に自分で買って付け替えも検討しています。で、メモリなんですけれども、DDR4 純正が 16GB の DDR4 です。で、 16GB だとちょっと心配だったのでワンランク上の 32GB DDR4 にしてます。こちらかこちらかだったかはちょっと忘れました、多分こちらだと思うんですけれども。で、 SSD が M.2 対応のマザボですので、512GB 標準のままのM.2SSD にしてます。こちらがまあちょっと足りないとかなったら外付けの、ハードディスクか M.2SSD 自体を交換しようかなと思ってます。で、ハードディスクはもともとなし、標準はなしになってますので 4TB にアップグレードしてます。で、ハードディスク追加はなしです。で、高額ドライブなんですけれども、ブルーレイドライブにしようと思ってたんですけれども、パソコンでブルーレイを見る機会がないなと思って、とりあえず DVD ロムドライバーにしてます。で、次にケースですね。ケースはそのままガンメタの標準にしてます。で、ケースファンの前の部分ですね、こちらなんですけれども、標準ではなしになっているんですけど、僕の場合14センチの専用ファンをつけました。で、ランですね、ランの方は標準でこちらがついてます。で、こちらにしようが悩んだんですけども、そのままでいいと思ってこのまま標準のままにします。で、標準キーボードは標準マウスはなし、無線 LAN は、コキー、外付けアンテナなんですけれども、外付けアンテナはね、別に Amazon で前に購入してたものがありますので、無線 LAN コキーはなしにしてます。で、モニターは別でAmazon で ASUS の VG278 というモデルの27インチを購入しましたので、モニターはなし。マウス、キーボードの関しましてはロジクールさんの G703 と G213 を電気屋の方、こちらの電気屋の方で買いましたので何もしません。で、イヤホンとかヘッドホンはねかなりありますので、こちらは何も追加しません。の方も追加なしです。で、セオティープランとか炎上保証とかはもう標準のままで、パソコンなし、下取りなし、初期設定をして出荷、これだけこれに選びました。初期設定、代行サービス、ゲーミング設定、こちらだけしました。あとは何もしていません。で、今ここで22万なんですけれども、僕の場合、約25万円ということで、今回買った、スパラスで買ったガリレアの、こちらの機種ですね、の紹介でした。
で、グラフィックボードなんですけれども、グラフィックボードの、底面部のファンが RGB になってますので、そこが光るのがいいですね。ちょっとワンポイントアクセント。まあ、そんな、チカチカしすぎず、いい感じのアクセントになってます。で、この縁も光ると。縁が光るのと、あと電源ボタンのこのワークが光るのがあります。この色はね、バイオスか何かで変えれるらしいんですけど、僕はブルーが好きなので、ブルーのまま40のままにしてます。はい。ということで、パソコンの、紹介は以上になります。私に聞きたいこととかあれば、答えれる範囲であれば、お答えいたしますので、気軽にコメント欄にコメントをお願いいたします。でですね。先ほど言っていた、ロジクールのゲーミングマウスとキーボードはこちらになります。 G703、G213 です。こちら2つとも電気屋で買ってまして、 G703 はネットでこれが一番いいって言われてたのでこれを買いました。マウスで1万円ぐらいで、キーボードで8000円ぐらいでした。電気屋さんの方で、なので2つで2万ぐらい結構高いのでちょっと悩みものですね。こちらは電気屋さんで30分ぐらい買うか買わないか葛藤して、まあせっかくパソコン新しくしたしモニターも新しいし買ってしまえということでもう買いました。はい。でこのドライバーはもともと入ってないので、こちらですね、ロジクール G ハブを調べてもらってダウンロードしてもらう。ダウンロード先とかはね、ちょっとリンクの貼り方とかがちょっとわからないので貼れませんけど、もしあれでしたらロジクールの G ハブで調べてまた出てくると思います。ということで次の動画は、本日のね動画紹介動画はこれで終わりにさせてもらいますが、他にも何か聞きたいこととかあれば教えていただければと思います。コメント欄教えてください。と、まあ、できる範囲なんですけど、このパソコンでやってほしいこととか、あとそうですね、やってほしいことですかね、とか質問とかをコメント欄に、こういう機能もいいですよとかっていうのも教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、土曜日にね動画上げさせてもらっている通り、トミーゲームズというね、新しく立ち上げたアカウントの方で、第1回はこれサイバーパンク、まあメインストーリーはちょっと乾燥してしまってるんですけれども、サブジョブとかが残ってますんで、そちらを実況していけたらいいなと思っておりますので、トミーゲームズの方もチャンネル登録、こちらのメインチャンネルの方もチャンネル登録、いいねお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。ありがとう、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。